の。すごい。子供たちが持ち上げたのは1億円の札束に見立てた紙の束。重さは本物と同じおよそ10キロです。造幣局広島支局で開かれたこの催し、小学4年生から6年生までの児童と保護者が参加しました。貨幣を作る工場では大きな銅の塊を引き伸ばし500円玉を製造する過程などを見学。お金の役割や大切さを体感していました。普段使ってるお金がどんな風に作られてるかなんてあんまり知らなかったので、すごい工程で作ってるんだって思いました。3回に分けて洗っているのもすごいと思いました。楽しかった。この催しを開いた造幣局や日本銀行広島支店は今後も年に一度の開催を続けるとしています。